ロハクライフのチンポ舐めてみた。ブンブンハロー YouTube、 どうも正義です。今日はこのね1月1日のタイミングでやってきたヨハクライフ使っていきたいんですよ。いきます。まずはボックス900ちゃ足んねえだろ、1番とかにしろよお前もこんなもんよ。では2024年はねこの運にね恵まれ年にしていきたいと思うんで、なんならもう一発目から出ちゃってもいいんじゃないかなって思うんだけど、死ね死ねお前、今まで見た中で一番質素な演出やめろお前、叫んだお前。もうちょっと当たりきとるやんけ。ありがとう。来てくれ来てくれ、もう20連目くらいでパン出てきてくれ。おこれワンちゃん来たんちゃうか。これなんかさ、この気球が飛んどるってことはこれそういうことなんちゃう。なんでもないよな、これ気球飛んどるから言うてから当たりってわけではないよな。これ当たりなんちゃうか、これもしかして当たりなんちゃうか。え明らかにバルセロナで9番で、ヨハン・クライフは14番。え待って、これクライフやん。え20連目で来たんやけど、めちゃめちゃええやん。え助かるんですけど、めちゃくちゃテンション上がっちゃうんですけど、昨日なんか忘年会でわーってやってたらスマートフォンにひび入っちゃったからめちゃめちゃ嬉しいですけど、いやめっちゃ顔隠れてるヨハンクライフ自体はめちゃくちゃうないというわけで、ヨハン賢者タイムゲットということで、今回はボールキャリーのブースターを持っているからクライフの育成方針としてはこうなりました。めちゃくちゃドリブラー、まあ代わりにパスとか決定力とかオワコンなんですけれども、スピード瞬発もねこの通りなんですよ。えちょっとウィンガーすぎんこれ。これじゃあもうウィンガーで使った方がよくない？え、なんならダブルタッチつけた方がよくない？いやでもダブルタッチのストックとか少ないしな。この後も激アツガチャがどんどん出てくると思ったら、ここでカードを切るのは、あーやっちゃったー。あー1月1日にも関わらずそんな贅沢しねえなんてねえよな。実際これボールキャリーの力によってスピードだいぶ上がってるから、これかなり期待できるでしょう。これだけのドリブル能力を考えればパス決定力も十分、いや8分だと言える。というわけで早速、このヨハン・クライフの顔をかぶった爆速ネイマール、左ウィングで使っていきたいと思います。レッツ。あきおめ。というわけで、年を明けて2時間ほど経った現在なんですけれども、おそらくこの時間帯にオンライン潜っているやつはモザです。いや非常にきつい。お前ら友達と過ごせや人のこと言えんけど、センターフォワードクライフも相当足早くてからドリブル数値高かったけど、そのセンターフォワードクライフよりもボールキープ数値とか高いですからね。ここなんですよ、私の今回のクライフ好き好きポイント。ボールキープが高いということは、はいせーの、ひまわりの種。え急にお父さんとか来たりしないよね。実家撮影怖すぎるガチで、試合始まって何にもかかわらず圧倒的なプレッシャー感じるからな。えなんか女の声がする、なんか幼女の声がするんですけど、不純性交友ですか、禁止増加ですか。いきます。まあでもやることはねシンプルですよ、ひたすらドリブル。クライフはな周りを使ってこうトータルフットボールの申し子とか言われとったけど、もうそんなん知らん。あれなする着せちゃった、失敗した。バルセロナのセカンドユニフォームみたいから許してくれ。スルーパーでクライフ縦持ってき、なんかふんわりしたなだいぶな、まあ、焦点はミスっちゃったんですけれども、こっからねじっくりやっていこうかなみたいな感じですね。実家の2階なんか寒いわ、手凍えちゃう。洗う方縦パス、リベリー、これ縦パスやな、渡しといて。これそこクライフにボール渡したいんですけど、リオネメシ、おいバカ野郎、バルセロナの先輩が待ってんだろうが、そこまでボールを届けるのが後輩の役割ってもんじゃねえのか。よいよいよいしょ。しかもねクライフっていうのはね、その辺のウィンガーと違って空中性能あるんですよ。これ飛ぶオランダ人ね、ナイス飛ぶオランダ人、さすがですわ。これマイボールかな、マイボールちゃうかい。あえて左にパスを渡すことによってクライフへの縦パスを自由にすると。行きましょう。いや完璧っすよね。今までのクライフだったら縦突破力なかったんですけども、今回のクライフの縦突破力あります。さすがボールキャリー、ボールキャリーできてる、さすが名前の通り突破できるんじゃない。うわ惜しい、あそこもカイルウォーカーでまたグン抜けるかと思ったんですけど、グンは抜けなかったということで悔しいですね。まあ、このまま二流止まりにするわけにはいかない。頑張れこの一流インフットボール YouTuber が力を貸すぜ。おーなぜビルツなんだ、アラホここクライフが待ってる、そこでボール渡してあげて。クライフにもかかわらずルーレットであるけどダブルタッチをする、これは気をつくというね。うまい、あーアナルを刺していく、いいね将棋みたいにいいね。一回の犬が吠えているっていうプレッシャーの中でインフットボールするの声だマジで。リベリー、あ取れないんじゃない、止めて大丈夫かな。ナイスジェフ、左がクライフ空いてますね。ここは空中照らしてごらん、いやまずボールコントロールでボールをキープしてダブルタッチやっちゃうか。いや逆エラシコバカすぎ、絶対ダブルタッチやった方がいいって。そのエラシコを封印するためにダブルタッチつけたのに封印漏れちゃってるよ。オリビア止めれるかな、ナイスブロック。おいおいどうなってんだちょっとカーソルおかつすぎるの。でも1月1日ボケしたな、あれまずいいぞ。メッシからこれスルーパスですね、完璧に通った。サクラフ縦の突破力を見せつけてやりなさい。新クライフはいかなるものなのか、うん、見せつけてやれ。うお行くぜ、まだ行くぜ、まだ行く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 、でここでダブルタッチをしてくれ。うわお前ボールキープ数値高いやからすぐになんか切り替えてからパンやってくれや。縦パス、そこでくれ。いいね。で、これダブルタッチちょっとやっといて、縦にバースト。うまいぞ。うわぁ、雰囲気はあったのに、雰囲気決めになっちゃった。ありがとうございます。前髪流し系だし、前半もガンガンシュート打たれちゃってるんですけども、こっちのクライフもようやく火を吹き出してるということで、これ期待しちゃうな。縦パス。で、メッシ、クライフ倒れちゃった。でも問題ない。そっからオリベラ来て、もう一回メッシ使って、で、これメッシがボール持ってくるんだろうなと思わせてクライフにフライするパス。で、胸取らしてそのまま重なって、うわぁ。やっぱね正月ということで、ね、高めにボール切らせてもらいました。うん圧倒的、うん、スタッツの負け具合圧倒的。1月1日一発目の試合ぐらい勝ちたいぞ。いや間違いねえな、あ間違えた、間違えて、ま、手触れてるわやめ、ちょっとなんかさこういうなんかライマーとか入れちゃう。いいね、普段やらないことやってから心配する令和チャンネルの黄金沼パターン。いくぞ、えいえい、おまんこ
ザカリア、ナイス、来た、ライマーいい回収。こっからまずレオン使って、でそのままレオンがゴール前行って、ダブルタッチからシュート、イエース。この戦いからチャンスをものにすることができれば、フットボールというスポーツは勝てる。どうだお前この野郎、桜庭みたい、ドリブルしてた桜庭みたいだな。お前ビーブルースめっちゃ読んだからな、今日同じ時間書いてな。コースキーってライマー、ライマー頑張れ、ライマー、あー変える変えるなんで今年の人かな。ザカリア取れる、これさすがに挟んだ。ほら見たことか、ほらほら、ちょっと何してんすか、トミーヤス、何してんすか。これ縦パスのコース切ると見せかけて泣かないやろ。え、来たザカリア、はい、ここで、ここからどうする、縦空いてますね、あえてこっちだぞ。でこれを使うことによってクラフが生きてくる。うわー、そこのスルーパス通ったためしなくない、マジでそれわかるわ。で急いでウィンガー使おうとした時に限ってこうなりがちやから、まず足元渡してダブルタッチ。いや神エラシコ、あえて俺のダブルタッチを使わない、なんてやろうだ。ボール持ってってから、これはえダブルタッチしたよ、硬くなすぎるよこいつ、おちんちんや。クライフルーレット、いやうまい、これはさすがにルーレットでしょ、さすがにクライフゼロやない。でこれ斜めの角度ダブルタッチ、そうそうそう、ルーレットダブルタッチ併合、それがお前の必勝パターンになり得る、このコントロールカーブくらえ、わー、まあ、1対0という状況ではありますけども、セーフティーにはいかねえ、ガンガン点を取りに行くぜ。はい、クバラツヘリア、モドリッチから、はい、もう一回クバラツヘリアにボール渡して縦バーストしていく、来てるぜヨハンクライフ、お前には空中性のあるんかな。レオンでした、選ばれたのはあやたかではなくレオンでした。やってやっからなマジで、ザカリア飛べ、ナイス。レオンが、あ待って、そうなっちゃうのか、まあそれは危ない、スルパレ頼む、レオン頑張ってくれ、ナイス。うまいことクライフにボール渡していきたいんですけれども、ちょっと突っといて、モドリッチからオリベラで、クライフにスルパス、完璧なポジショニング。初手ルーレット、どう初手ルーレット、ダブラッチ、来た、いた、これファールやろ、これファールちゃうんかい、しかしこれが天罰だバカめ、ファールは見逃してる、だからこのコントロールカーブを食らえ。これぞ俗に言う因果応報ってやつだぜ。クライフを倒した頃からお前の失点は決まっていた、つまりクライフのゴール。ここまで来たらさすがに負けはないやろ、どうでもないやろお前、はじけはじけ、モドリッチ止め、危ない、うちのモドリッチがアンドルドになっちゃう。うお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 う、ナイス、トミヤスレオン弾いて、えらいぞ。でクライフが前触る、いやー前触る、うまいねそのボール回収、バースト効果、スピード勝負でカイルウォーカーに勝つんだ。クライフいけ、お前の新年のスピードはどんな感じや。はい波、牛丼ぐらい波、ライマーどっか行く、はいライマーちゃん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 、おっしゃー、どうだお前らマジで。オリンピック、クライフおめえさんやるじゃねえかよ、やるよ、どうなんだろうなその180センチを超えてるからか分かんないんですけれども、独特のヌルヌル感やっぱりありますよね。ダッシュドリブルをね使いすぎると相手のそのまま突っ込んじゃうというところがありますんで、そこはうまいこと調整してあげなきゃなみたいな感じ。おお、まあでも1試合目はやっぱりアップですから、ここからが本番かますぜ。まあディフェンス陣が調子いいんでさすがに負けることないでしょう。はい、ブリッツカーブで1失点確定です。このままの勢いで2連勝飾っていきたいと思います。クライフ縦バーストお願いできるかな、できそう、できないいくぞー、はい、でビルツ、はい、クライフいい飛び出した、出てこい、いやースピション的に全然いけるっしょ。クルバリ、あナイス、前蹴ると見せかけてケーラーな、蹴ったクライフ、バンバうまいやないかい、爆速ウィンガーにもかかわらずこのパス能力すれば、クライフ来た、これ全員抜かなきゃいけない、クライフだったら間違いない、ダブルタッチ要素見て、そうもう一回触れる、そのスピションが主にある、ここでルーレット、うまい、でこっち見て、うわシュート落ちたかった、チクチャー、これでさ相手がさ多分さ、うわドリブラーがドリブルしてきやがって、クソ俺もドリブラーでドリブルしたいぜってなるんですよ。それをうまいことかっさらう、そのためのアラホなんですよね。見ててください、メッシ来ましたね、でリベリーで、ここでリベリーでパスコースを切ることによって、アラホとネイマールがおいおいおい、それ逃げちゃったら終わりよ、むしろ手のひらの上で踊ってるよそれ、立てます、ちょ左サイドにボールを渡していく、ナイス、でオリベラから立てます、クライフぐるぐる回って、立て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 、あ待って、なんか扉が閉まった音がした、怖い、お父さんが来ちゃうかもしれない、やべ、このプレーで決めてくれ、あーやばいって、大丈夫大丈夫かな、やっていいから、ユートボール、これハーフタイム全部使ってから親父をなんかこの粉砕した方がいいんじゃない、おお危ない、行くぜ、おいこの試合とっとと終わらすぞ、やべ緊張感漂ってきた現場に、はい行きますね、ナイスオリベラ、この圧倒的プレッシャー、さすが絶好調、縦行ってライマーを前向いて、縦行ってクライフがこっち向いてダブルタッチ、いいね、運んじゃう、でちょっとこうシャッシャッシャッって、でこれボールキープの高さ見せつけといて、縦パスなんですよね、これなんですよね、熱いっすよね、いやパスもできてからドリブルできる、最高ですよね、取られてますね、なんで、おおこれお尻を見せていく、一等賞すぎるだろ今のモドリッチ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 、最高、クライフでドリブルされたから自分もドリブルしようかと思いました、甘いね、俺とお前じゃプレースキーに差がありすぎる、行くぜでこれで相手のサイドについて、ルーレットダブルタッチ、カンプリアバスト、いけ、グレーズ
いけたお前のスピーチなら来た。これぐらいのラストパス受け取れよ。クライフからのドリブル突破からラストパス受け取れよ。今の一連の勝手にクライフの敗北はなかった。つまり俺の勝ちや。はい、ここでパス渡してスルーパーで戻って行って、そんなことあるんかい。完全に戦略狙われて、あ、戦略なんかバレてる。はい、ほっといたらアラーフが勝手にボール取ってくれる案件失敗ということでね。はい、ザカで最高ですね。ハンドしましたね今。ハンドしたのにうちのハンドはセーフ。いや、ハンドやん。何が見たもの1ミリや勝つ。こらただの反則やんけ。しれ、おい勝てや。おそらく相手のエースキャラクターっぽい三笘薫にチンチンされた挙句敗北とかありえんからな。うちのクライブなめんな。縦の突破力業界随一素晴らしい。こっからくるくる回ってルーレットダブルタッチ完璧。いけクライブくん、いけいけ、よっしゃー。どうや見たかボケ、これがフリットや。ルーレットだけやったらここまで俺勝ったぞ。ダブルタッチを持ってるからクライブは最強だや。このボールキープ、トリブルスイッチ、ボールコントロール、スピード、瞬発、ボディコーン、わー最高たまんねー。年末年始そうそう気持ちいいのかましてやったぜ。相手もちょっと見切っちゃってるんじゃないこれ。ハイロングボール蹴っちゃった、間違えて失敗した。全然同点とかのようにテンション上がっちゃってるこれ。わーくっそ、お前二度チビロしたらカス。ほらカス、ほらカス、ほらカス。検証結果、クライフ髪の毛少ない以上。